はい、今回は、福岡幸太郎初段の一曲を紹介したいと、見ていきたいと思います。はい、お相手は、余加減九段ですね。はい、五星戦の、予選 C からの、一曲です。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。福岡、さんの黒番です。はい、まだね、13歳ぐらいでね、はい、非常に強い、若くてね、強い棋士なんですよね。はい、はい、福岡さんもね、10代でのタイトル獲得がね、全然狙える選手だと思いますんで、はい、注目しています。はい、はい、ここでもう何もしないで、こちらに打たれましたね。もう手にはずっと緩めていこうっていう意図ですね。はい、まあ、なので白もこのように打って、はい、並びとなりまして、はい、うん、ここから戦いになりましたね。はい、まあ、ここまで打ってくれたんで切りには下から打つんでしょうかね。ああ、伸び手頑張りましたか。はい、うん、この辺りはやっぱり、石が張っててね、強いなって感じですよね。うん、はい、はい、このような別れとなりましたね。こうやる進行ですと上打つんでしょうかね。でこの切りがあるので、まあ、こうやると、まあ、こうやってもう止めようっていうことですね。うん、これ止められたらまずいですから、うん、なのでこういう変化となりました。これつなぐとこうやってて、こうですね。まあ、こういう変化もありそうですけど、そうですね、この変化も、まあ、こう渡られちゃう、うん、これでまあ黒の実利が大きいっていう判断ですかね。はい、うん、はい、まあ、このような分かれとなりました。はい、まあ、これはやっぱり黒もすごいとこ抜いてますしね。はい、まあ、悪くないのかなっていう感触はありますか。まあ、ここも多分これ一本打ってこっち受けようっていうことのかなとは思うんですけど、はい、まあ、それを嫌ってこうやりましたね。はい、また反発して、うん、これ一応割り込むと取れるんですけどね。うん、はい、そうですね、また険しい別れですね、これは。こう跳ねる粘りがありますか。これはどういうことなんでしょうかね。羽一本っていうのは、こう当ててコウにしようっていう手が後であるんでしょうか。こうやって一応こうやってね、コウにするような手段があるっていうことですかね。まあ、この辺りはね、うん、まあまあこんなもんですか。うん、まあ、別に取られてもいいのでね、最悪こちら得できたりすればいいので、やっぱり白の方が負担が多いでしょうかね。うん、
方の狙いの手ですね。はい、うん、このそうですね、これがまあ手が残りましたね。うん、まあ、すぐにやる手も大きそうですけどね。これだと白ここ非常に大きいですけどね、これ持ち込みにして、うん、まあまあ一回は抑えるかもしれませんけどね。うん、抑えてからここ黒もねすぐ打たないんですね。これコウに勝ってしまえばね、これ取りあるんで大きいんですけど、うん、お互いにここが大きく見えるんですけどね、すぐには打ちませんか。まあ打ってる暇がないかもしれないんですけど、白は生きるのが精一杯で非常に辛いですね。うん、ここで行きました。まあ、これやんないでね、コウ材に使うこともできたんですけどね。すべて形を決めてから打たれましたね。ああ、白はこんなもんですか。これは つないでね、これ取れますから、非常に大きいですね。これは何でしょうか。まだこう打つと、うん、ここに打って、これが先手ですね。あ、これは非常に泣きたいぐらいですね。うん、これはまあここに打って、まあ、こことね隅の息が、まあ、ほぼ見合いっていう感じで、どちらか打てればいいっていうような感じですよね。はい、ここに打ってこれも取り込んでね、イメージとしてはだいぶ開いてる感じがしますけど、はい、うん、そうですね、黒は相当うまくやったような感じがしますから、はい、うん、そうですね。あ、でもこれでもあれですか、まあせいぜい10目ぐらいなんですね。うん、はい、まあでもこれは黒が、しっかりね勝ち切れそうです。まあ、あとは順調に寄せてって、はい、そうですね、まあ約13目ぐらいでしょうか。うん、まあ12、13、ここはね目じゃないですか。あ、でも白地もこう増えてるか。うん、まあまあしっかり勝ち切りましたね。はい、いや、うん、非常に機敏な打ち回しでね、うん、つけ入る隙を与えなかったような感じがします。はい、非常に、強い内容でね勝ち切ったと思いますね。はい、じゃあ それではこんなところで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。